黒島伝次盗む女1子供が1人ぐらいの時はまだいいが2人3人となると育てるのがなかなか容易でない子供の欲しがるものは親としてできるだけ与えたいお菓子おもちゃ帽子 三輪車このごろは田舎でも三輪車が流行っている女の子供は少し大きくなると着物に好みができてくる一つ身や四つ身を着ている頃はまだいいしかし四つ身から本身に変わるときにはこしらえてやってもこしらえてやってもなお子供は要求する彼女たちは 絶えず成長しているる。のである成長するに従ってその目も欲望も変化し進歩しているのだ清吉は3人の子供を持っていた3人目は男子だったが上の2人は女だった長女はすでに十4になっている夫婦そろって子供思いだったので 子どもから何か要求されるとどうしてもそれを無下に降り去ることができなかった肩掛けコウモリ手袋タビ。タビも一足や二足では足りない下駄ゴム草履くしなどなど着物以外にもこういうシュシュなるものが要求された 着物も木綿島やガス紡績だけでは足りないお品は友禅の小浜を去年から欲しがっている2人は四苦八苦しながら子どもの要求をかなえてやったしかし清吉が病気にかかってブラブラしだしてから子どもの要求もみなみな聞いてやることができなくなったお里は 家計をやりくりしていくのに一層苦しみだした暮れになって呉服屋で正門払いをやりだすと子供たちは店先に美しく飾り立てられたモスリンやサラサやハンゲリなどを見てきてはそれを欲しがった同年の誰彼がそれぞれ好もしいものを買ってもらったのを知ると彼女たちは なおそれを欲しがったよっちゃんは大島の上下そろえをこしらえたんじゃおしなは縫い物屋から帰ってきて言ったうち毛のシャツを買うてもらおう次女のきみが言った子供たちは人に負けないだけの服装をしないと嫌がってよく外へ出ていかないのだおしなは 三四年前に買った肩掛けが古くなったから新しいのを欲しがった清吉は台所で妻と二人きりになると「一つ山を切ろう」と言い出したお里はすぐ賛成した山のどんぐりを切ってそれを薪に売ると相当金が入るのであった 正月前にどんぐり山を切った木を切るのは木こりを頼んだ山から海岸まで出すのはお里が軽子を背負った山出しを頼むと1羽に5000ずつ取られるからであるお里は常からよく働く女だった1年余り 誠吉が病んで仕事ができなかったが彼女は家のことから野良仕事山の仕事村の妊婦まで一人でやってのけた子どもの面倒も見てやるし誠吉の世話もおろそかにしなかった誠吉は妻にすまない気がして彼自身のことについてはなるだけ自分でやったが お里の方ではそんなことで夫が心を使って病気が長引くと困ると思っていた清吉の前では快活に骨身を惜しまずに働いた木は三百束ばかりあったそれだけを女一人で海岸まで出すのは容易な技ではなかったお里が別に苦しそうにこぼしもせず 石が凹凸している険しい山地を上り下りしているのを見ると、聖地はたまらなかった。暇があったら木を出せ。彼は縫い物屋が引けて帰ってきたおしなに言いつけた。君も出すか。一話出したら五千やるぞ。姉より先に帰っている妹にも言った。 君はまだ小さくて1話もよく背負えなかった1話に午前くれるんそんならださ君は口をとがらして目を輝かした出すことなるかうんださ人は世を出さなんなら半羽ずつでもださそうかい彼は笑った 期代が60円ほど入ったが年末節気の払いをするとあとわずかしか残らなかったあらかじめ心積もりをしていた払いのほかに荒野や問い直しあんま賃一荒の費用心などがだいぶいった病気のせいで彼はよく肩が凝ったでしょっちゅうあんまを呼んでいた 年末につけを見るとそれだけでもかなりかさばっていたそれに正月の用意もしなければならない自分のつねぎも一枚お里はひそかにそう思っていたが残り少ない金を見てがっかりした清吉は失望している妻がかわいそうになったこれだけ。 みんな残さずに使ってもええぜ。また2月にでもなりゃなんとか金が入っこんこともあるまい」と言った「ええ」声が曇って彼女は下を向いたまま彼に顔を見せなかった正月2日の初売り出しにお里は10円握って村の呉服屋へ反物を買いに行った。 子供たちは母の帰りを待っていたが間もなく友達が誘いに来たので遊びに行ってしまった清吉は床について寝ていた10時過ぎにお里が帰ってきた「ちょっとこれだけ借りてきてみたん」彼女は清吉の枕元に来て風呂敷包みを広げてみせた染めがすり モスリン。めいせんがすり。かたかけ。てぶくろなどがあった。これ。しなのはおりにしてやろうと思って。と、彼女は、めいせんがすりをとって、せいきしにみせた。うん。このしまは、わたいれにしてやろうと思って。うん。おさとは。 よく物を見てから借りてきたのであろうも物を再び彼の枕元に広げてしま柄を見たり差し指と親指で切れ字を確かめたりした彼女は彼の助言を得てからいずれにかはっきり買うものを決めようと思っているらしかったしかし清吉にはどういうものがいいのかどういう柄が流行しているのかわからなかった彼は 上向きに長々と寝そべって目をつむっていた彼女はやがて要を空で勘定しながら反物を風呂敷に包んだ「友吉にゃあ何をこうてやるんだ」清吉は目をつむったまま聞いた「ゴールンの旅」「そうか」と彼はつむっていた目を開けた。 妻は風呂敷包みを持って寂しそうに再び出かけていたもっと金を持たせると元気が出るんだがそう思いながら彼は目をつむったここ10日ほど急に襲ってきた寒さに負けて彼は弱っていた軽い胸の病気に伴いやすい神経衰弱にもかかっていたそして頭の中に いなもがもががができていた。これ2貫買ってきたんは丸文字屋にも知らんのじゃけどもう行ったことに思っていたお里がまた枕元へやってきたあのシナの片掛けと着物に羽織は買って戻ったんを番頭さんが書き留めたけんどこれ2貫は後から買ってつけとらんの。 何だって。この2胆も一口断っとかには悪いと思うて待ちよったけれど客がぎょうさんおって旦那も番頭も私何度には見向いてもくれんせに黙って買ってきたん彼女は弁解するように続けたそれでどうするんだ向こうに知らんとて。 黙って取り込むわけにはいかんぜお里は何か他のことを二言三言言ったその態度がひどく決まり悪そうだった清吉は自分が言い過ぎて悪いことをしたような気がしたお里は善良な単純な女だった悪知恵を買っても彼女の方から逃げ出してしまうほどだった その代わり、妻が昇進で正直すぎるために清吉は人から損をかけられたりもうけられる時にもうけ損なって歯がゆく思ったりすることが度々あった彼は二十歳前後には人間は正直で精錬であらねばならないと思っていたが今では そんなものは何も役に立たないことを知っていた正直や清廉では現在食っていくこともできないのを強く感じていたけれども彼は妻に不正を勧める気持ちにはなれなかった4お里が家から出て行った後で清吉は 目をつむって妻の心持ちを想像してみた彼にはお里が子供のように思われた久しく同棲しているうちに彼は妻の感覚や感情の動き方が隅々までわかるような気がした妻が見せた2反は彼はちょっと見たきりだったがいかにも子供が欲しがりそうなものだった彼女はしきりに 実質もよさそうだと枕元でつぶやいたりしていた子供が欲しいものはまた彼女の欲しいものだった頭のもがもがは濃くなってぼんやりしてくるかと思うとまた雲が散るように晴れて透き通ってきたりした彼は取り留めもないことを想像していた想像はひとたび浮かび上がってくると 彼をぐいぐいいい引きつけていった。それは彼の意思でどうすることもできなかった彼はただ重木のように想像のあとについて引きずり回された想像はいつの間にか彼をマルモンジアの店へ引っ張っていったマルモンジアへは金持ちの客がたくさん行っているとそこに お里もしょんぼりたっていた彼女は歩くことまで人に気兼ねして帯お々びおびしていた自分の金で品物を買うのに海いようが少ないとか粗末なものを買うとかで他人に笑われやしないかと心配していた金を払うのに古い一円札ばかり10円出すのだったらちゅうちょするぐらいだ彼女は 番頭に黙って借りて帰ったモスリンとかすりをどう言ってその訳を話していいか思案している心を痛めている彼はいつの間にかお里の心持ちになっていた番頭が3貫持って帰りながら2貫しか持ってきていないと思うかもしれないいえ確かに2貫だったんですと彼女は言う すると番頭は「ほうそうですか」「でも私は三反持ち帰りのところをこの目で見たんですが」と言うで証拠に「ここにちゃんと付け止めであるんですがお里はそういう場合を想像してビクビクしている彼女はビクビクしながらまだ反物を風呂敷から出してはいないそっと と忍び足で店に入って片隅の小僧がいる方へ行き他人が見ている柄をそばから見る見ているようにしながらなるべく目立たぬように番頭に金を払う機会が来るのに注意している丸文字屋の女将は邪水深い強欲な女だ番頭や小僧から買うよりも女将から買う方が高い 「これは村じゅうに知れわたっていることである」「そのおかみが火鉢のそばに座り込んでじろじろ番頭や小僧の方を見ている」「金をごまかしやしないか見ているのだ」「番頭のところに五六人も客が立てかけてねぎったり布地を確かめたりしている」「番頭に買うと安いのだ」お里は っっても待ってももいがな彼女は風呂敷に包んだ反物とガマ口の金とを胸山用でちょうどあるかどうかやってみるが頭がグラグラしてわからなくなる清吉はこういう想像を走らせながら「こりゃほんとにあることかもしれないぞ」「あるいは今現に妻がこうやっているかもしれない」と 一方で考える。おさとがビクビクしながら板東の方へ近づくと、ああそうですか。板東は何げなく書き止めた帳を出してみる。彼は落ち着かない。そそくさしている。まる円まる線になります。そうでござんすか。おさとは金を出す。 無断で借りて帰った分のことをどうしようかと心で迷う今言い出すとかえってお上に邪水されやしないだろうか番頭は金を受け取って釣り銭を出すお里はかさばった風呂敷包みを気にしながら立っている火鉢のそばに座り込んでいるお上の目がじろりと光るお里は 血ぐらぐらが動き出したような気がする番頭はそろばんをはじき直している彼は受領書に印を押して持ってくる「何と何です!?」ふいに女将のかんだかい声が響く彼女は受領書と風呂敷包みを見っぱっている番頭はふいうちをくってぼんやり立っている 何にも取っとりゃしませんぞな。何にも。お里がうつむいて困惑しながらこう言っている清吉は胸がドキリとした何でもないくだらないこった神経衰弱だ何でもありゃしない彼は、 すぐ自分の想像を取り消そうとしたけれども今の想像はなんだか彼の脳裏にこびりついてきたやがて門の方でパキパキした下駄の音がした帰ったなと清吉は考えた彼は一刻も早く妻の顔を見たかった彼女の顔色によって丸文字屋でどんなことが起こったかわかるからだった きの想像が真実かもしれないという懸念に彼は脅かされた彼女は何かことがあると表情を失って顔の皮膚が厚く凝り固まったように見えるのであった目は進捗に前を見つめて左右のことには気づかない調子になるもう入ってきそうな自分だ妻が座敷へ上がってくるのが遅いので彼はいぶかった 下駄の音は門を入ってから忍び足をしているのか低くなっていた彼がじーっと耳を澄ますと納屋でむしろや秋田原を置き換えている気配がした間も、ま、なくお里が喉元にたまったたんを切るために「うん」と言ってそれから小便をしているのが聞こえてきた 隠したな。と正吉は心でつぶやいた妻はやはり反物を返さずに持って帰って納屋のむしろか秋田原の下に隠したんだなと彼は思った心臓の鼓動が激しくなった場合に妻の喉元に痰がたまってそれを切ろうとして「う <laughs> <laughs> というのも彼はよく知っていた彼はもう妻の身振りも顔色も目も見る必要がないと思った全てが分かったような気がしたがそれを彼女に知らせず何気ない風を装ていようとしたそして彼女のしでかしたことに対してはなるだけ無関心でいようとした けれども彼の神経は知らず知らず妻の一挙一動に引きつけられたお里は小便を済ますとまた納屋へ行ってこそこそしていたそしてしばらくして台所へ入ってきた清吉は目をつむって眠ったふりをしていた妻は風呂敷包みを片隅に置いて 外へ出た。昼めしに子どもを連れて彼女は帰ってきた「お母どんなん買ってきたん?」子どもは母にざれつきながら買ったものを見るのを急いだ「これこれだうちにゃあどれ?」「これシナにゃこれ君にゃこれ」これお里は、 包みの一方だけ開けてシナと君に反物を見せた清吉はわざと見向かないようにしていた「お母コールンの旅は僕のコールンの旅は?」とも吉がわめいたあ忘れとったお里はビクッとして忘れてしもうとったまた今度買うてきてやるぞ。 え,えいそんなんや、来い姉んには行さん買うてきてやって、僕には一つも買うてきてくれずに。ゴールデンの旅、今日じゃなけりゃ嫌だ明日買うてあげるよ。え,えい今日じゃなけりゃ嫌だともきちは小さい両手で母親を殴りつけた。よしよし。じゃあもうそうするでない。 晩に新店でも行ってきてあげるからお昼からお里が野良仕事のしぞめにお酒と松の枝を持って畑へ行った暇に清吉は寝床からはいだしてそっと風呂敷を開けてみた最初借りてきたままの反物が包んである要から勘定すると10円でこれだけはどうしても買えるはずがなかった だが納屋のむしろの下にでも隠してあると思っていたものを誰の目にもつきやすい台所に置いてあるのがどういうわけか清吉にはちょっと不審だった彼は返すはずだった2胆を風呂敷包みから出して自分の敷布団の下に隠した出したあと風呂敷包みは丁寧に元のままに結んだ妻が 彼の知らない金を持っていようとは考えられなかったといっていかに単純でたくらみがないとはいえ盗んだものを台所に置きっぱなしにして平気でいられようとは思われなかった盗んだのじゃあるまい買ったんだ彼は自分にそう言ってみたそういうことによって たとえ盗んだものでもそれが奇跡的に買ったものとなるかのように家の中も通りもお正月らしくしんかんとしていた寒さはひどかったが風はなかったいつもはのびのびと寝ていられるのだが清吉はどうも今寝ている気がしなかった彼は 寝巻の上に綿入れを引っ掛けて外に出た門松は静かに立っていたそこにはそばや飯が備えてあった手洗い鉢の氷は溶けていなかった林家を外からうかがうとひと声ひとつせずひっそりと静まり返っていたただ鳥がコツコツ餌を拾っているばかりだ 全てがいつもと変わっていなかったでも彼は反物が気にかかって落ち着けなかった彼は家のぐるりを一周して納屋へ入ってみた4つに畳たたんできっちり重ねてあったむしろがバラバラにされていた秋田らは元置いてあったところから23尺横に動いていたこりゃこの下に一度隠して。 また取り出したんだな彼はこんなところへ気を回したこんなところはなお人が注意するからだな寒気で肌がゾクゾクした彼は屋内に入って寝床に入ろうとしたすると敷布団が不自然に持ち上がっているのを見たこんなとこに置いちゃいかんすぐバレてしまうじゃないか これかくしておくことがかんじんなんじゃかれは部屋の中を見まわしたどこへかくしたものかなかべの外がわにとりつけられたとぶくろに2まいのとをしめるとちょうどいいだけのすきがあったそこへしきぶとんかられいのものをだして2すんほどのすきまにてをつまらせないようにものさしでおしこんだ の奥へ突き当たるまで深く押し込んだこれで一安心一瞬間こんなことを感じた彼は確かに神経衰弱にかかっていた寝床に横たわると10年くらいの年月が急に飛び去ってしまえばいいというようなことを願った何もかも 忘れてしまいたたかっ反物を盗んできた妻のことが気にかかって仕方がなかったこれまで完全だった妻に傷がついたようでそれが心にわだかまって仕方がなかった彼は現在自分が正直ばかりでは生きていかれないことを知っていた彼は食うものを作りながら誰かにうまい汁を吸われているのだった 呉服屋もその甘い汁を吸っているものの一人であるだからこちらからも復讐してやっていいのだ彼は常にからそういう考えは持っていたでも彼は妻が呉服屋に対して悪いことをするとそれにこだわらずにはいられなかった 6お里は畑から帰るとあの反物が気にかかるらしく風呂敷包みを開けてみたあら。彼女には風呂敷包みに包んだ反物が動いているように思われたあの二がない。彼女はそこら辺りに出ていないか見回した。布団を入入れれる押入れや 棚や、タンスの引き出しを探してみたけれどもない納屋のむしろの下に置いて忘れているような気もした納屋へ行って探してみただが探しても見当たらない彼女は頭の組織がひっくり返ったようにぐらぐらしたすべてのものがバラバラに離れて飛び回っているように見えた 物置へまで持って行ったような気もしたどうしたんだろう一方では物置などへは持って行った記憶がないのを十分知っていながら単なる気持ちを頼って暗いカビ臭い物置へ入って探し回った「あんた私の留守に誰ぞ来た?」。おずおず彼女は聖吉の枕元へ行って尋ねた。 いや誰も来ない誠吉は目をつむっていた君かシナが戻ったいやどうしたんだい誠吉はやはり盗んできたのだなと考えていた何でもないけど何でもないってどうしたんだい聖吉は言いながら、 唇の周囲に微笑が浮かび上がってきそうだったいいえ何でもない清吉は黙っているのはよくないと思ったがどうも自分から隠したとは言い出せなかったお里はおしなかきみがどっかへやったのかもしれないと考えていた清吉はうとうとまどろんで子供たちが外から帰ったのも知らないことが珍しくなかった あるいは彼が知らないうちに子供が嬉しがってどっかへ持って行ったのかもしれない彼女は子供たちが寺の広場で遊んでいるのを呼びに行った「あの人もう知ってるんだ知ってるんだ」歩きながら思わずこんな言葉がつぶやかれたそして彼女はギョッとした おしなとおきみとは七八人の子どもたちとで縄跳びをしていた楽しそうにキャーキャー叫んだりしていた二人はお里が呼んでも帰ろうとしなかった「これ用があるんだよ」<何>「用があるんだってば」彼女はきつい顔をしてみせた二人の娘は ひろばをふりかえってみながらしぶしぶ母のあとからついてきたおさとはあるきながらたんもののことをたずれた「おかあどうしたん?」おしながいったあれがないんだよどうしてないんあれうちがいるのにおまえたちどこへももっていきゃせんのじゃなおうんひるからいえもどやせんのに。 家へ帰るとお里は台所に座り込んだ彼女は青くブルブル震えていたお品と君とは黙って母親の顔を見ていたと二人とも母が震えるのに感染したかのようにブルブル震え出した「知っているんだあの人は知っているんだ」 佐藤は思っていた何もかも知ってるんだどうしよう聖吉はこれは自分が何とか言ってやらなければいけないと目をつむって思ったがどう言っていいかちょっと困った「お母コール店の旅は?」ふいに友吉が外からはせこんできた。 コールテンの旅は僕コールテンの旅がいるんだお里は返事をしなかった彼女は押し入れから布団を出して頭からそれをひっかむってうつむきになった「コールテンの旅布団の下からはそれには答えずに泣きじゃくりが聞こえてきた」。 おかあどうしたお母おしなが声をうるおしたどうした泣きじゃくりはやはり続けられてきた「お母したよお母したお母さん!」「お父さん!」「お父さん!」。きがした 聖地はなお黙っていた。彼の方はキリリッと痙攣するように引きつった。